じゃあのまずバタフライガードから腕を抱え込んだ状態、この状態からスイープ。まずバタフライガードでなければまずこういうふうに足を膝を蹴ってここに入れてこの体勢を作ります。そしてこっちにスイープした時は、こっちの足をこっち側の足に引っ掛けた状態で脇を出してしっかりして頭をここに持ってくるようにしてスイープします。